津温泉の地蔵の湯広場です。ここが地蔵の源泉で、奥にあるのが、地蔵堂です。こちらが足湯ね、皆さんご存知の方も多いと思いますが、地蔵の湯源泉という源泉を持っています。今通り過ぎたのがいい湯棚の歌碑、日本語、英語、中国語、中国語、韓国語、フランス語の国際版、隣には草つぶしの12言語の説明のパネルがあります。今日、韓国経済新聞社様、調査17年連続草津温泉総合第1位というポスターを、これ作ったのは草津町の観光協会ですから、草津温泉観光協会、昨日観光協会にちゃんと分けてもらって、この説明ね、漢字わからない人には分かりません。いろんな言語で、英語とかスペイン語とかインドネシア語、ベトナム語とかタイ語、ネパール語とか韓国語もあります。これを、たった今設置しました。pH が 2.08、 超酸性の地蔵の湯源泉、もう蒸気を吸えばその中に、超酸性ですから雑菌も、私は個人的な感想ですが、いないと思います。私のマスクも、自分のリゾートマンションの万代湖源泉で洗って乾かして使い回ししています。ね、日本有数の最高の第1位の硫黄泉草津温泉、ぜひね、人が集まるようなところを避ける意味でもお越しください。